なエアグルジャック始まりましたね。クラブエアさん、どうも、司会は夜に遊ぶと黒を着たる夜遊び黒です。よろしくお願いします。そして夜の月には背中来たる、初めて言いましたけどセラです。よいしょ。セラセラじゃあちょっといただきます。乾杯。今日3000個目と目指してるからね。3000、3000の世界。確かに確かに、そうですね、うん。じゃあまずはね、今日いきなりなんですけど、3000個目と目指してやるために豪華なゲストが大量にね、大量にね、大量におるから回しきれるかなぐらいいるんですけど、ちょっともうここ常連になりましたしね。そうですね割と言ってるからこの時間。あ、どうもこんばんは。あ、すいません、飲みますね、ちゃんと飲まかいって言ってねベロベロなんだけどね、あんま飲んだそうなんですよね。まあ、じゃあとりあえずそうですね、うん、ゲストが多い分ちょっと早くもブンブン行っちゃいますか。ブンブン行きましょう。行っちゃいましょう。じゃあまずは、いや、もうこれはね、呼びますか。呼びましょう。もう多分正直な話、心の準備できてないかもしれないけど、僕らが勝手に呼びます。じゃあトップバッターゲストは、もう自分に呼んでほしいなって。ハハ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 。じゃあ自己紹介を。春風ひなおストチョス、よろしくお願いします。よいしょ。いや、本当にマジで会えて嬉しいわ。ありがとう。おぉ、ひなおす。じゃあちょっと飲みますか。飲みましょう。ひなおす、乾杯。イエーイ。見てる君を飲めよ。いっとけ。誰が書いたかわからん分な。飲んで。いやひな出てくれましたね。いやいやいや、もう緊張感も満載ですけど。緊張してるの。緊張してますよ。余裕な顔してるけど。あ、ぶっちゃけの話して MC 2人はガチガチやから意外と、ね、どうしてうわーもっと飲んどけばよかった。そうですね、なんかすんなり始まったなんかこんな感じでみたいな。めっちゃいい声言われてるよ。ありがとう、嬉しいな、ほんとに。そうだよね、カメラ越しでも大丈夫？大丈夫？ひなってすごいいい声なのね。声だけなんて場合にいいけど。どこってもわかるもんね。いや、嬉しいですね。ひな、ちょっと、その声、はい、どうやって出してんの？いや、まあよく言われるのが、ちょっと顎の割れ目から出て。乾杯。自虐やめない。こんなんやるで。こんなんやるよ、俺は。あ、その声でおはようちょうだいよ。おはよう。いらっしゃいますじゃない。もう声だけやん、もう。いらっしゃいますじゃない。だって出てないね、世界に矢沢って出てない。出た。待っとけ待っとけ。今俺だよ、今俺だよ。矢沢出な。矢沢しか来てない。すっごい来てる。え、コスト長。ありがとうございます。でかで顔がな。拾うけど。はい。ひなあれじゃない？はい。ひな誕生日は？4月。あ、もうすぐ4月10日に。もうすぐよね。そうね。あと、あさってじゃない、今日8日だから。そうですね。明けてもう4日前です。やばいね。おぉ。やばいね。お祝いかな。パーティーしようよ。パーティーしようよ。まあ、僕のこの声をね、枯れさせてくれたらな。嬉しいな、みたいな。お酒でね。思ってるね。うーん。まだいいか。ちょっと待って。MC、ぼやーって。MC で、うわーって。それ、マジでやめてよ。チラッと見たらいなかったよ。かわいい、かわいいって。まあ、そうだね。泳がされる。泳がされる。ケツの工場地。工場愛してる。どんな工場よ。すごいね。そうですね。コメントやっぱ面白いですね。とりあえず5件2件、矢沢ってくるのがすごい。いやもう。じゃあ、ひなにコメント頂戴。じゃあ、ひなに質問。いや、怖い、質問。あ、怖かったら、チャンスあげて、本当にそんな感じにあるんですか。じゃあ、手振って。振ってるね。俺も振ろう。すごっ。セラ君グイグイして、はい、いやーグイ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 こんな感じこんな感じ。4月10日がリアルバースデーで、はい、さらにさらに、そして5月7日に、うん、ほんまに俺もそう聞こえた。どんな時間でぶっ込んだんだろう。めっちゃおもろいけど。4月10日
10日がリアルバースデーで、5月7日にちょっとバースデーのイベントを出せてもらうんで。しかも初めましてじゃん。初めましての。バースデーね。いや、俺まで緊張するけど。なんで？そうだよね。よろしかったらもうちょっとカメラの前の皆さんも来てくれたら嬉しいです。本当に。お願いします、本当に。そうだよ、初めてだよ。はい。初めてのバースデー。でもさ、まあまあじゃああと1ヶ月ぐらいなわけじゃん。そうです。まあ今日なんかちょうど1ヶ月ぐらいか。うん。初バースデーの1ヶ月前の今の気持ちどんな感じ？でも完全に痩せそう。セットグループないの？痩せそう。痩せって。ダイエット部いないよ。ダイエット部いないよ。バースデーセットグループないから。でもまあ痩せそうなぐらいやっぱこう頑張れるって、ね、いやでもそうですね、意識はやっぱりしますね、うん、いいね、そうですね、はい、そっかそっか、すごい、もういやもうそうだよね、もう1ヶ月切ってるの楽しみですね。あ、切ってはねえか。あ、切ってるわ。ちょうどだから不安でもあるし、楽しみ。そうだね、ちょっと皆さん言われに来いよ。お願いします、本当にもいきなり裏付き始めるうちの MC でしたね。いやいや言われに来いよ。あの、はるかぜひなホスト長、はい、リアルバースデーが4月の10日、そうです。で、あさって、あれ、バースデーイベントが、そうです、5月の7日の、そうです、何曜日かな、5月7日って5月7日、木曜かな、はい、2初バースデー、そうそう、初バースデーめっちゃ宣伝するで、よろしく、もナンバー入れてやるって書いてあるわ。あー、すごい、嬉しい、これどうなんだ、予定ないけど、そんな入れてよ、入れてよ。いや、もうでも、10日は定休日なんで、9日明けに、あ、そっか、待ってるから。そっかそっか、リアルバースでちょっと、まずはちょっとリアルバースでちょっと、そうだね、俺を殺してくれ、楽しかに、ぜひぜひ、じゃあ、はい、お願いします。はるかぜひな放送長です。お願いします。ここってここって、もう男は何、右サイドバックしてます。ついに来るよ、ついに来るよ。はい、次誰でしょう、誰行きましょう。よいしょ、ちょっとさ、俺引き立て役するで。あ、いいね。世代 MC がやる。組んで組んで。次、もうこれ結構ランダムで選んでいいよ、セナッチが。次俺選ぶから。いや、そんなん言ったらね、俺引き立て役するでまで言うてんねんから、もうあの人しかおらへん。お、じゃあそんな、次は誰だ、いったれ、何や、りょうたくん、イエーイ、りょうたくん、おー、世界のやつは早う、え、なんか、変える準備よ。変える準備マジで、なんであの LA 帰りにめっちゃおしゃれやん。びっくりした、俺見えてた。やめて。矢沢亮太官房さんです、よいしょ。いや、なんで俺も超引き立て出てるような気がする。いやいやいや、どうしよう、これそんなに俺嫌われてるんですか、これ。違う、やめとこ、悲しくなる。そうだね、やざ、世界のやざ、てかあのね、すごい、りょうたさん来てから、やばいぞ、コメント数が、すごくない。でもこんなもんじゃ3000及ばないよ。いかない、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 もう全然やべえぞ。私の矢沢時代、シャレオツ、やっぱおしゃくなんすね、イケメンすぎ、矢沢。じゃあ何が、これね、言ったのは申し訳ないけど、さっきのそのひなくんの時から、ひなーのコメントを紛れて、矢沢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 、はよって言ったよね。俺の時間もだいぶ削っているもん。これはちょっとやばいよ。ちょっともう延長でしょ。怖い。何ですか。あ、お願いします。お願いします。はい。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。誕生日いつだっけ。4月5日。またやして。なんだよ。9日が営業。まあでもそうですね。亮太、矢沢亮太官房さん、はい、といえば。やっぱおしゃれ、まあもう出てるんですよね、おしゃれ、イケメン、イケメンだよ、矢沢、ハイド起きてるよ、なんかやむもん、なんか確かに。ただ、いいねって言いながら、いいの分からんすけど、すごい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 、すごいな、ハット似合う、黒、確かにハット似合うって言ったら絶対そうですね、でも被ってるっすよね、おー、なんか変な顔、斜める、わからないときにわからない話すのやめない。知らないし、そこまで。いやいや、もうイケメン、そうですね、イケメンで、いや、りょうたさんといったら、まあイメージ違うのがすごい、家族が仲良しっていう、はい、そうなんです、もうすごいね、そんな、その僕はあのアイドルのだからずっと一緒やからあれなんですけど、もう本当に家族大事にする人やから、大好き。そこもイケメン、そこもイケメン、中身イケメン、そうなんですよ、うん、
回ね、普通に営業してて団体の、まあ、その指名の方がいらっしゃったなって思って、まあ、VIP の席の角席座ってたんで、うん、すごいまあ盛り上がってて誰だろうと思ったらレザーのジャケット着たリーゼントの、まあ、すごいかっこいい人がいててすごいなーって思ってすごいなーって思ってたらあの指名みたいに矢沢ってなってて、うちのパパです。そうなんですよ。お父さん、リーゼントに革ジャンできたからですよ、ね、一番テンパりそうよ。怖って思いながら、うちの親父が矢沢好きなんで、あ、もともと源氏なの。そうです、由来です、由来ですね。そうなんですよ、世界の世界の声張ろうぜ。いや、誰か、矢沢がってこと。矢沢が声張ろうぜ。さすが、欧米が家族欧米してる日付きます。セナッチカメラ目線クレピってバッシュセナッチ渋い、セナッチ渋いって言って渋いって何渋いって何。もう本当にね、俺はね、話すことどうしようかな。いやもう、いるだけでね。すいません、 MC なんでこんなこと言うのもあれなんですけど、考えてきてちょっと俺らがリードすらいけるの分かるけど、えもうやっぱヨープランすぎる。でも絵が持ちますからね。もう今日の金でもいじるようになるけどね。今日の金今までちょっといじられてる。いじてえんかなーって、いじてえなーって思いながらでもいじられへんけど、まあ狂気にいじるから。そうですね、そっちの方がね、俺嬉しいっす。うわ、ドラえもんやないからとか言うてる、ちょっとテンパるちょっとじゃあせっかくなんで、このね、コメントしてると、セナッチと俺が MC やけど、まあ今、りょうたかもさん言ってくれてるから、りょうたさんになんかちょっと質問みたいな、ある人ちょっと今コメント流して30分以内に行くよ。そうビビビビビアップしてくれ、答えられる質問にしといてね、うん、黒の黒目、黒、いやもう全然関係ないし、早口言葉言いたい、どうでもいいし、黒の黒目ちょっとあまず見てくれてる人ちょいちょい見てる、俺の体調心配してる体弱いけど俺確かに、ありがとうね。まずアンダーヘア処理してますか。言ったろ、してません。よいしょ、はい、さすが、終わり、次ちょっといじりにくいな。好きなタイプはあるんですよ。好きなタイプ、遠近感。あ、タバコの銘柄って出たから、あれこれね、パーラメントメンソールで。なんでセナちゃん、こんなチェーン買ってくれんねん。イケメンやから、3つ入れてる。誰よりも矢沢を通じる。スポンサーみたいな。いつも水入れるもん。ありがとうございます。他にじゃあ、ちょっとある人は、ひなシャンコして、まあシャンコあるやつだ、あと機会があれば、ひなのいい声のシャンコ、めっちゃ面白い、ひなを生かしてる。なんで、りょうたくん喋ってって言ってますよ。そうです、りょうたさん喋、これコメント数。そう、これは見てる人。そうです、すごい、めっちゃいいなタイプだったりとか、ライバルなのかって。ライバル、なんか絵になっちゃいますね。あ、香水はって、あ、どうぞ、香水は。あ、僕シャネルのブルーってやつ。いやシャネルのブルー、ちょっと矢沢を感じたくなったらシャネルのブルーを枕に打ってみてください。ググっていいシャネルのブルーだからね。ドンキー黒いやつあの、すぐ顔ハットの中のハト見せてきて。おおお、何え、何仕込んできてねえぞ。あの、ハットの中を見せて、このコメントはちょっとダメなんだな。あの、無茶振りする人たまにおるけど大丈夫、俺がハトやりますか。両手の滑りがかっこよくてやばい。いや、知ってるよ、そんなの。次の人。俺はこれまで分かってるわ。え、シャネルから、どういうことこれ。シシャモの子持ちって。あ、なんかグループ、ん？あ、他の縦で仲のいい人。おぉ、じゃあエアグループ。エアグループの中で。いねえな。よいしょ。そんだけ喋ってないってことですか。声を聞きたい。なるほどね。
が喋る。じゃあ次の人は。そうですね。矢沢さんが矢沢さんが最後一言お願いします。何かしらね。何か。ユーザーに向けて。はい、じゃあ矢沢さん。矢沢は流されないから。いや、ほんまボケしてみてって振りたいけど、なんかそれしてもかっこよくなりそうで。じゃあさ、亮太君。段取りあるから。どうした、この道。あ、でも俺、これ黒いだよ。俺、香水黒いだよ。まあいいや、じゃあとりあえず次に。遅れて、ちょっともうちょっと。ちょ香水何に行ってやるか、これ黒いだよ。あ、黒いだよ。セナシには黒いだよ。じゃあ、次はじゃあ。お次はどっち行く？行っちゃいますか。じゃあ次、ケンちゃん。ケンちゃん。ケンちゃん。エヴァのハイネ星10。よいしょー、ハイネ10。ハイネケン君からカメラの皆さんに一言挨拶を。挨拶を。あ、どうもハイネケンって言います。じゃあケン君飲みますか。飲みます。乾杯しましょうよ。ハイネケンないけど大丈夫。そう、ハイネケンないんです。ごめん。ちょっと準備するごめん。あっしょい。はい。イエーイ。イエーイ。このだんだん増える乾杯の効果が。いや、ケンちゃん可愛いよ。可愛い。そうや、癒し系なね。うん。うちの店でも。そうですね。ケンの口調で喋られたらどんなに怒ってても許しちゃうもんね。いやもうやっぱケンちゃんの俺あのそうですか、コスプレイベントでやったのチャイナドレスが一生忘れられん。忘れられない。どういう感じやった？セクシーやった？俺見てだから分からんけど超可愛い。超可愛い。超可愛い。あのですか、ちょっとあんまりそれ強く押したら誤解が生まれる。何かしら怖い誤解が生まれるけど。そうそう、そのぐらい可愛いかも。なんでハイネケンなのって言った質問が。あ、まあ、名前の由来、確かに俺それも聞きたい。なんでですか？それあんまり面白くないんだよな。まあ普通にまあ面白くなくても言えばいいじゃん。あ、面白くないってことですね。本当の由来、なんでハイネケンにしたの？いや、もうケンっていう名前にしようと思ってて。まず、ケン。それからのハイネケンしよう。あー、ホクトケンしよう。ハイネケンしようじゃない。僕は違う。何やねん、ちょっと気になる気になる。ケンっていう名前にしようと思っててからの昇竜拳とか波動拳っていう候補があってからの、でもハイネケンにしようっていう感じ。ああ、なるほど。じゃあ結局は昇竜拳と波動拳よりハイネを選んだ。そういうことです。なるほど。ドイツさんのビールを選んだっていうわけです。ごめん、もうどれでも一緒やねって。変わらない。あの、セイムです、セイム。ストリートファイターよりビールの方が。ビールだけの話。ビール美味しいもんね。まずビールは好きなんで。ビール美味しいもんね。黒が矢沢に被ってる。ごめんなさい、ちょっとあのこっち出せ。僕がMC なんて言われて、拾うとこじゃないから、びっくりした。俺、おめでとうございます。MC 謝る。そうですね。盛り上がってきたね、なんか。いいですね。増えてきてね。ただ俺、普通に酔っ払ってきちゃった。話が立ち立ちになるぞ。話が立ち立ちになるぞ。後ろがすごい。すごい。これ、ちょっとあの、時間の
でもまあ、見てくれてちょっとコメントね、めっちゃ流してくれてるけど、ケンちゃんに質問ちょっとだけ欲しい。じゃあ、はいね、ケンに質問。何かあります？エヴァ行きたいって。ありがとう。待ってください。待ってください。ぜひ来て、ぜひ来て。ちょっと。ケンね。おい。はい、はい、ギルティ。ギルティ受けるな。ギルティおもろいな。頭そんなにギルティおもろすぎて。ちょっとあの、何かない。あの、はいね、ケンに質問。何かありますか？ありますか？あれじゃあちょっとコメント流して。はいね、ケン。ホストですかって言ってそれが違う。ホストです。でもどのくらい経っても。もうでも10ヶ月くらいですかね。あ、もうすぐ1年。そうだ、1年。もうすぐ1周年なんで。誕生日はいつの？誕生日は11月30日です。それはちょっと、まあ、まだまだ先だね。そうだね。長いさん、覚えといて。そうそう。ちょっと周年あるかもしらんから。それはカムやね。カムやね、これだけ。どんな違いありません、ありませんとか、なんか、いやいや、受けよう、鎖骨とか、いいから出してるから、あそうなんで、いいから出してるから、価値やぞ、俺が言うから、本当に思うから、めちゃくちゃ、あの、筋肉がすごいから、筋肉趣味筋トレなんでね、そう、趣味は、チャリコイでね、そう、そうそう、めちゃくちゃ健康オタクなんで、かわいいな、かわいいかわいいな。県からラーメンの話聞いたときに、スープは飲まないって言ってましたよね。塩分取りすぎちゃう。そう、塩分取りすぎちゃう。おい、飲食困るやろ。なんでやろ。スープ飲みすぎたの大変ですね。そうですね。うん、こうだけだから。はいね、県、期待の方。県ちゃんはね、今からちょっともっともっと始めてくるから。これから。注目だよ。じゃあ、はいね、県。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わっしょい。ビールの乾杯置いてしょ。ビールないからごめんなの。え、嘘。本当にないないだ。お酒もうないでしょ。もうない感じ。ないないみたいです。あそう。よし、じゃあ次はね、じゃあ行っちゃいますか。これ行っちゃいましょう。行こう。あ、やっぱり。行きましょう。もう行く？隠しますか。もうちょい行きます。もうちょい。はい、じゃあこっち行きましょう。じゃあこっち行きましょう。じゃあ次の夜遊びさん。さて俺が言うのそれを。クロさん。あ、違う違う。やりすぎだ。知ってるやん。まあ、あのエヴァのね、第二の夜遊び来るといえば、俺といないということで、あのぜひよろしくください。夢とゆうらくんです。もうね、これあの多分動画上の僕ら見ていただいたら分かるんですけど、僕らそうです。顔めちゃ似てます。でもこれを並びで見ることがまずなくて。この並びはちょっとレアかなみたいな。そうだよね。しかもネット配信されてるから、ね、そうですね、うん、もう絵面で60分ちょっとちょっとカメラ目線してみようよ。ほらあ、どうも兄弟です。ちょっとね、今動画見ていただいてる人は分かんないと思うけど、あのね、バリバリ写真撮られてる、このツーショット。めちゃくちゃ。いやでもこれ、俺もこの並びは見たことないから。黒いら、黒いら、黒のとこさ、ゆらつけとくのいいみたいな。そういう流れ。あの、マジでシャンコ中にシャンコ中に目の前にユラがいて、何言うのって言うぐらいシャンパンコールしててユラいて、クロちゃんがいる。そう似てるなっていう。双子、双子って来そう。双子。このタイミングで乾杯して。イエーイ、イエーイ、イエーイ。うん、はい、クロお兄ちゃん双子。もうそうだ、そうなんですよ、双子です。一卵ソーセージです、僕ら。ドッペルゲンガーだね。もういいや、それで。いやそうですよね。行こう。でもやっぱそれぐらいそっくりって言われますもんね。そう、めっちゃ似てる。あのね、でも俺の、まあ俺のすごいユラのイメージって、まあ結構SNS、まあ Twitter とかタイムラインとかチェックしたけど、すごい美意識が高いイメージが強い。そうそうそう。なんかこう、なんやろ、こう、かっこよくなることに全力を注いでるっていう。そこがいい、なんかそこ俺との差やなって思うが、ちょっと。かわいいな、本当にもう喋ってる。二人が喋ってる。二人が喋ってる。本当に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 自分見てるみたいなイケメンなんだよ。違う違う違う。何これ、マジでしたら入れ替わるんじゃないか。何これ、自分とキスしないで意味が分かんないんだよ。いや、もう鏡撮ってね。あいつ、この会話が見ていただいて伝わってないけど、聞こえてますか？後ろめちゃめちゃやじってるだけですから。しかも聞いて聞いて、ゲストで行った時はもうずっとこんなんでしゃべらなかったから、ずっとやじブワーって世界のやつだ。
ださいぜひとも。そうですね、何でも。まあそうですね、すごいね、質問すごいね。でもね、やっぱ頑張り屋さんがね、あの SNS とかもその一番更新してんのゆら君で、そうですね、風も読めるし、大好きよ、そのあ、ツイッターや、ツイッターわっしょい、大丈夫、わっしょい、よいしょ。でね、じゃあこれのあ、ゆら君いつも料理乗せてる。そう、料理乗せてるよね。せないちが聞きたいのね。せないち、あ、ごめんなさい、かっこいいね。それはすごいね。
かっこいいかっこいい。なるほど。ナポリタンがかっこいいわ。ナポリタンじゃない。ナポリタン。ナポリタン。それ捨てなさそうですよ。冷蔵庫にあるものでね。あるもの。すごいっすね。じゃあそれはやっぱグランドオープン。なるほど。しないよ。スープ&その冷蔵庫にあったパスタを作る。そう。冷蔵庫にあるお酒しかないやろ。ほんま。危ねえ危ねえ。あのパスタ。頑張ってフランベぐらいしかできない。そんなユラ君を、yeah. そうですね、yeah. ぜひぜひよろしく覚えてよ、はい、覚えてね、あの夢とユラ君クロさんと間違えないでね、ユラ君だからちゃんとお酒が半端ないから、じゃあちょっとユラ君最後じゃあ最後ちょっとユラ君から一言お願いします。ありますか、言ってください、何か一言そうですね、黒ゆら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 ずっと来てるからね、見ちゃうよね、リスナーの皆さんにね、一言一言ゆらくからのよろしく、仲良くしてもらえたら真面目かー、真面目でした、ね、さて、じゃあ次行きましょう、次行きましょう、ゆめとゆらくでした、よいしょ、来る、いいね、じゃあ、ね、もうめっちゃゲスト多いな、多いね、まだだってこれでやっと半分ちょいいったぐらいですね、やっぱね、半分ちょいこのペースだとね、3000いけないんだよね、そうだ、もうちょっとね、あ、でもこれだけ、あ、でもいいペース、いいペース、いいペース、気持ちよくない、こんだけなんかブワーって、嬉しい嬉しい、黒矢沢に喋らせてよ、どうぞ、いなくなった、あれー、やばいやばい、そこはやっぱり、じゃあ続いてね、行きましょうか、続いて、行きましょう、じゃあ呼びますか、次行きましょう、じゃあもうそうですね、神聖ですよね、イエーイ、彼の入店料に全てが明るくなったというか、ね、もう本当に店がさらに楽しい、いい店になったという、呼びますか、呼んじゃいましょうか、それでは呼びましょう、スメラギツカサキ、イエーイ、よーい、いやー来ましたよ、電撃入店、いやもう素晴らしい、スメラギツカサキ、ちょっとそうですね、いきなりなんで、多分かなり緊張してると思うんで、初めて、そうですね、初めてやるね、初めて、そうだね、じゃあとりあえず自己紹介お願いします、わっしょい、スメラギツカサと申します、頑張ります、イエーイ、かわいいな、いいね、すごいね、ただね、いやもうほんとすごいね、何がすごいかって、なんかもうなんか目ガン開きしてるもんね。目そこ。この時間。ガン引き、ガン引き。いいですね。なんかやってるやつみたいな。やってないよ。いや本当まさしく電撃。そう、あの本当に俺ホスト5年やってるけど、こんなすごい感じで入店してくれて、しかも本当にすごい仕事ができるのに、うん、すごい謙虚。そう。めちゃめちゃ謙虚だから、なんだろうね、あの逆に俺があどう思ってなっちゃうの。俺らが。うん、ね。なりますね。緊張してる？じゃあ乾杯、乾杯しよう、乾杯、まずはね、乾杯から始めましょうか、はい、はい、はい、ちょっと帰ってきた、いやいや、ありがとうございます、乾杯、いやいや、つかさ、ちょっと飲んでね、うん、あれして自由ゆだくんは前に出たがりってことで覚えてます自由かでも、どう、まあ、エヴァ入って今どれぐらい、ちょうど2週間だよね、ですね、いやもうそれでも存在感が出てるぐらい、うん、2年ぐらいいた感じがあるもんね、本当に馴染むのも早かったし、馴染んで、しかも、もうな、本当にでもさっきも言ったけど謙虚やからね、なんかすごい、なんだろう、こう話しかけたくなる、すごくなんか仲良くしてほしいと俺思うもん、そうですね、何ですね、もっと友達になってください、ぜひお願いします、友達1人増えました友達増えた、お母さん見てる友達増えましたなんで今の、なんで幸せでいいよ、お母さん友達増えたよっていう報告を、やっと6人だ、そう、やっと6人ね、そんなにそうだよ、全員友達、いやもうはまらんもんね、はまらんもんね、まだまだ来るからね、まだまだ髪の毛どうなってんのだでもなんか、ちょっと店に入ってどんな感じ、今その司の心境的に、はい、それはそれは大人生なんで、いきなり仕切りやったらいやーすいちゃいに行きました、じゃあ、後ろのメンツからちょっと、そうだね、じゃあ、人生ちょっと聞いてくださいじゃあ、誰からもうズバリで、ズバリズバリズバリだよ、りょうたさんからじゃあ、りょうたさんからあ、俺から、俺からりょうたさんちょっと聞きたいけど第一印象ですよね、第一印象、俺ら話した話した感じ、大した話してなくて、本当の話した、そう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 、りょうたさんからはい、
ケメンだけど超怖い人あー話してないからねっていうのも僕は違かったんですよ優しいんだよねだってそれ初めて会った時俺と代表とりょうたさん会ったけどりょうたさんはずっとなんかコースター1ってのだけやったもんそうそうずーっとコースター1ってのねコースター1ってのね引っ越し食べてこないから職人かなと思ってまあでもわかります、わかります。でもやっぱすごい中身あったかくて、そうそう、いい人あったかくてえ、あの、入っちゃってあります次、次はい、次はじゃあ、司から見たら、夢とゆらくよいしょ最初、黒さんは知ってたんですよはいはいはいあ、俺ね黒さんかなって思ったまたそこだかあぶってるそうなるよね第一印象は黒さんそうだよね、第一印象は黒さんってか本当第一印象黒さんでしょ第一印象は黒さんなんて勝てんな、勝てんなあれみたいなむちゃくちゃやなまあでも確かに衣装替えしたみたいな俺の主演の女の子が黒ちゃんあそこ歩いてたってそうまあそうじゃあ第一印象は黒さんですねはいじゃあ次はもうハイネ、ケンカイネハイネはもう名前聞いた時からあ、ビール好きなんだろうなね、確かにドイツ人なのかなって思って緑色のビールに星とついてるみたいな日本人でしょいや、確かにどう見てもそうだね、じゃあビール好きなんで実際ビールは好きなの、ケンは大好きビールも大好きです何が一番好きなお酒朝日ハイネ、ケンカイネあはははははははそこは背中喜ぶよ春風、ひな細長ね大事でしょ本当に大事でしょ大事でしょなんか、顔が白い顔が顔が顔がこれもう、これあのさ、これらはいいけど、司さん初めてはちょっと優しめにゴリゴリやしていいけど、いいけどじゃあ、改めて、春風、ひな細長の第一印象は飯食ってんのかなって最初あ、ちょっと太ってるみたいな白いみたいな肌が白いあ、そういうことか、そういうことか肌が白いみたいな悪い人だねいいけどわー、本当にもう顔色がね、そう、健康そうなイメージ不健康正直、健康そうな今のプラスポスト行こまないでしょ大丈夫か、コメントくれポストに健康的求めるじゃあちょっと次僕か俺の第一印象俺の第一印象第一印象うん俺の第一印象教えてめっちゃユラかなみたいな背が高くておっ背が高くて声がすげえなんか優しいなって思っておお実際は何を求められてるのそれはユラくんってああ似てますよねそう似てるのねいじりにくいなぁ俺多分ね、それぐらい黒グイって言われてるしね爽やか、伸びますうん、爽やかじゃあやっぱ矢月セナ主演が第一印象セナさんの第一印象はめっちゃ喧嘩強そうだな、この人っていう感じあそっち系、モテてた妄想ばっかり出たか第一印象というか、モテたら出てたリアルクローズ、リアルクローズちょっと、もう全然いけいけでしたよね、多分きっとあなた待ってたよ怒られた違う、もうそんなん変わったよね、でもね印象は印象が変わった怠慢強そうな人からの変わった印象はだしょっちゅう営業後人殴ってるもんね印象悪いそれ悪いわー悪いわー答えたこともないよあれ俺、お前の顔ちっちゃかったわ俺も顔ちっちゃかったけど悪いわみんな大事にしよう聞けてよかったね本当になんか末永司君すごいエヴァ入店してくれてめちゃめちゃ本当すごいカリスマ的にねみんな溶け込んでくれて女の子すごい仲良くなってくれる組織になってくれるしただまあそういう末永司君やからぜひぜひ皆さん会いに来てあげてくださいお願いします覚えておいてよ来たじゃあさあ司君に一言一言一言コメントお願いしますもう全員に言ってよ
入って後悔してないし、うんうん、もう来たら絶対楽しい店だと思って。間違いない。これからもよろしくお願いします。最高なんだけどな。やばい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 な。
はい、待て、とりあえずアルコールちょうだい、アルコール。いい、はい、いい。じゃあ、みんなで、行こう、みんなで行こう。ナイス、みんな行こう。みんな行こう。乾杯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 しようかな。はい、行きましょう、行きましょう。ゲー、ターゲット、ターゲット、ゲー、ターゲット、ターゲット、ゲー、ターゲット、ターゲット、ゲー、ターゲット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 、ターナンバーワン神崎リーガシャイニー、しかも昨年度フィアーグループ指名本数年間ナンバーワンの、よいしょ、さすが、ありがとうございます。じゃあちょっとまあ言う必要もないんでしょうけど、リュウガさんからちょっと一言自己紹介の方。じゃあとりあえずカリスマに質問ある？ちょうだいちょうだい。おお、これやばいよ、これやばいよ、自己紹介。ちょっかちょっか、あっ、最後はい、直感支えて、大変なことになっちゃう。大変なことになっちゃう。やばいね。ツイッターでこういうことになっちゃう。なっちゃう、なっちゃう。やばすぎわ。なんか、あらぬ発言してる。あらぬ発言したわ。そんな振動感は。そうそうそう。あらぬ発言。直感はしてやばいように。俺個人的にね、さっきさ、見てて、めっちゃ向こうから見てて、で、ぶつかさの第一印象聞きたいんだよ。あ、俺もさ、聞きたくて。第一印象、聞きたいんだよね、マジで。ガチな第一印象、ガチな第一印象、本当に初めに会った時の印象。ああ、もう一日ずっと筋トレしてそう。いやー、筋トレした後はトリミングの創業。
最近もうさ、セブンのさ、サラダチキン超食ってんだよ。マジで？セブンのサラダチキン。めっちゃいいんだよ。ほんとに。鶏の胸肉ね。セブンのね。ええやつや。そう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 。え ?105 円いやーやめろねーよ。いや、あの、冷蔵庫にめっちゃ入ってくるマジで。実は。すごいよね。あのゆら君がね、パスタ作りますよって、鶏肉しかなかったら何ですか？すげえ、鶏肉取りに行ってさ、パスタ。いや、和風ソースで作ります。おー！真面目か！ゆら君が作ったパスタだったら、もうガンガン食べちゃう。ガンガン食べちゃう。すごいな、そっか。でも個人的に、やっぱり、俺、ハイネケントの、その筋肉の話で、多分1時間経ってるよ。筋肉に。そう。しかもラーメン二郎好きでしょ。そう好きです、ね。俺もやねん。ほら。おい、おい、俺もやねん。ラーメン二郎。ジロリアンってやつですね。いい。そう。ちなみに俺が初めてラーメン二郎の時にもリュウガン連れてた。そう。あんまり連れてたのでハマって。ちなみに、このクロちゃん、ラーメン二郎行って、ね。あの野菜増し、野菜、ニンニク、背脂、全増しの全肉で食ったそう、全肉で、あの、燃やしたよ、燃やしたよ超食っててニンニク臭い、燃やしたそうニンニクで炒めろよ麺出すと麺出すと麺抜き抜きで食ったで、次の日どうなんだろうと思ってクロちゃんおはようって言ったらめっちゃニンニク食ってたそうだよね、やっぱりやっぱニンニクすげえよあの、一緒に龍が持ってたかったんで、どうだ一緒に出ちゃうの切なかったよ、龍がみんなズルズルっておじさんに食ってね、俺ずっともしゃもしゃ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 もう疲れるわ、と思ってたわそうなんですよ、ちょっとあの、せっかくなんで、あの、関西龍が芸人にしっかりあの、質問欲しい欲しいちょうだいちょうだいめちゃめちゃあるんだから、逆に一回あげて一回あげて定期的な日なんですけどニンニクマジンにしたおーいよやばいよやばいよニンニクついてるよアップいいねアップいいねアップエンドだねアップ好きだよ今年の抱負は今年の抱負今年の抱負あ、もう超簡単超簡単マジで聞いてマジ聞いてとりあえずエヴァを日本一の店にすることイエーイあ、絶対これキモいってくる絶対これキモいってくるやつだあ、いやもう全然そんなあ、ほんとあ、てか待って俺さ俺ごめんね、テンション上がっちゃったわガチがもうちょっとじゃあ、さっきコメントでね、ヒナのコールはもう一回聞きたいってよえぇーだけど乾杯コールから行こうリュウガはこれを飲みたいと飲みたいやること言ってほしいでしょ、お願いしますよいしょ、ということでヒナの社員のバスなんでタバコでもうありがとうございますみんなありがとう。こちらのボディルンって
しますおーおプレゼントこれから、発表するキーワードを、ここの上に出てるかな出てるかな出てる上にある URL から公式ホームページのエアグルジャックのページから、応募するとちょっととあるプレゼントが当たりますはいここだよここそう多分この辺あると思うこの辺こっちねこの辺4月限定のプレゼントなんですけどなんと、はい、なんとなんとエアグループの全てが分かるお ABC の最新号が当たるみたいですおいしか置いてない、うん、なんですけどエアグループ全キャストが載ってるフリマガがなんと届くの届いちゃう届いちゃうすごいよくわかんないそんなすごい願いすごいすごいあの届くらしいガチでだからぜひでそのキーワードを、はい言っていただけたらその貴重な ABC が届くんで届くということでじゃあそのねキーワード今からしっかり言うんで聞いててくださいキーワード言うんでそれはキーワードはちなみにバースのリュウガ支配人から言うのああ俺だよぜひぜひキーワードはね、はい、これはもうほんと超簡単超簡単俺の大好きな食べ物お今回のキーワードはカレーライスカレーライスカレーライスマジで絶対みんな聞いてるからバースデーとか思ったからふざけるねカレーライスカレーライスリュウガ支配人の大好きなキーワードはカレーライスですカレーライスですなんでぜひぜひフェイント入れといてフェイントウミガメーキーワードウミガメーウミガメカレーライスそうなんですさてイベント僕じゃあそろそろ行きますかキーワードがカレーライスということなんでうん、楽しいね楽しいじゃあちょっと瀬名さんからまずこっちエヴァのね、イベントがありますんですけどありますんですけどありますけどありますんですけどね16日まず4月16日やっとエヴァグランドオープンですイエーイよっしゃーやったグランドオープンだよさらにさらによいしょもう一個はいはいありますよね。ありますね。一番大事な。大事。一番大事。一番大事ですよ。4月うわぁ23日。ごめんね、いちご食べてた。今月の、まあ、リアルバースデーは今日だったんですけど、はい、イベントということで、4月の23日、ここにいらっしゃる、リアルバースデーの神崎龍河支配人の、バースデーイベントバーセードアートも補足なんですけど、ちょっと早いかな5月7日さっきも言ったけど、はるかとひな補足長のバーセイベントも大イベント続きやな大イベント続きやなまあじゃあラストはね、やっぱこのグランドイーオープンの意気込みは俺ら頑張りますということでそれとは4月23日、リュウガバーセイの意気込みをお願いしますはい、とりあえず4月23日はやばいね、これじゃあ急いで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 待ってる待ってるあ、俺行っていいあ、行っていい行っていいとりあえず4月23日は多分日本で一番盛り上がるからイエーイ合わせるよそしてそして行こうか行こうか行こうか聞いてね4月5日春風日の総長リアルバースの日金曜日の25時半この時間からカンボスター特集ということでよいしょはアモときたらトーマンオールホワイト、アオイ、キョウ君、イエイ、バイバイ、さよならー